どうもじっさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもじっさまです。喉がね、一晩で治りましたね。いい感じです。はい、ということでね、リオとエアリーズ限定戦っていうね、わけのわからんイベントやり始めましたね。運営さん大丈夫でしょうか、疲れてるんでしょうかね。はい、ということでエアリーズ、今のスペシャルミッションでもらえる機体ですね、乗ってみたいと思います。通常のランクマッチで1回乗りました。あ、2回乗ったか。2回乗って1位取れたんですけど負けちゃったんですよね。はい、なかなかね、きちっと中継取っていけばそこそこ戦える機体なんじゃないかなと。はい、ミサイルが結構いい感じですね。足止まっちゃいますけどもね。あと変形しながらグニグニ動くんでね、面白い機体ですね。ハンブラビよりもしかして強いんじゃないかって思ってしまうような一面もありますけどもね。さあ、こんな感じでね、グニョって動く。で、まあ、武装はね、メインが普通のマシンガンなんでね、あんまり強武装っていうものはないかもしれないですけどもね。さあ、チーム編成はね、リーオーが3体と、エアリーズが2体、実際回せてですね。なんで、選挙回りましょう。リーオーがかなりね、修正されて強くなってるみたいなんでね、まあ、この後乗ってみたいと思うんですけども、リオも、もともとまあいい機体だったんでね、はい、リオはしっかり C で戦ってくれれば、こう中継回ってるうちに勝てるでしょうっていう感じなんですけどもね、まだ一発も弾打ってないんですけどもね、まあこういう戦闘もありますよね、もちろん。さあ、味方回復しに行きましょうかね。一人ぐらい回復するやろ。ほいっと。さあ、9番さん助けに行きましょうか。ウィーンと中継、もう低コスト戦っていうとね、いかに中継維持するかの勝負になってくると思います。当たった、イエーイ。かわいいですね、エアリーズ。なんか女性的なフォルムというか、そんな感じしますね。さあ、どうしようかな。マイス有利だしな。ちょっと助けに行きましょうか。はい、足が意外と細くてめっちゃ長いんですよね。で、腰がくびれてるっていうね。あと、ミサイルポットの持ち方がえらいかわいいっていう、こうアッガイに変わる、足止まんねえな、ミサイルアッガイに変わる、なんかアイドル的要素を持っているかもしれない機体ですね、エアリー。まあ、ウィングガンダム今見てるんですけども、まあ、ノイン得意が乗っとるイメージがありますね。はい、そういう面もあったから女性的なデザインになってるのかもしれないですけどね。運がでも、実様側のアマゾンプライムで見ておりますけども、おお、ようやくね、ウイングゼロが出てきましたよ。カトルが、カトル君がね、ローリングバスター、ツインバスターライフ、ブーッと打ってましたけどね、いつになったヒーローが乗るんだろうと思いながら見てるんですけどもね、なかなか乗らないですね。メリプリウス結構好きな機体ですね。アニメ自体はずっと見てませんでしたけども、プラモデルとか作ったりしてたんですけど、メリプリウス好きでしたね。はい、プラネットディフェンサーでしたっけ、あれがすごく。後ろには飛ばないので、あ、よいしょってしまった。グニグニ動くね、ヒュー、あ、飛ばないナイス型、いい感じで試合を進んでおります。前には出にくいんで、牽制牽制、怖い、体力ある人に前に出てもらってね、当たらないよなこれは。いいぞいいぞ、いけー、イエーイ60発あるんですか、メイン。あ、回復してくれた、ありがたい。行くよじゃ、はい、おりゃ、よっしゃ。はい、ありがとう味方さん、助かりました。あ、この間に中継が逆に染められてしまっている、危険ですねこれは。どうしようかな、まあ、コストね低めなんで回復も早いですね。はい、まあ、ウィングガンダムの話してますけどもね、まだエピオンは出てきてないですね。エピオンは
あの人が乗るのかな、あのミリアルドピースクラフトさんが乗るのかな、トレーズさんじゃないや、ゼクスか、ゼクスマーキスさんが乗るのかな。まあ、どうやって終わっていくのかな、映画もあるから、まあ、2人いて、6番には申し訳ないが、ついてきてるね、後ろ。よし、振り切ったよ。さあ、ちゃんとね、C も取らないと。よいしょ。6番さん、申し訳ない。申し訳ないです、はい。まあ、自分の仕事させていただきます。中継選挙。うん。まあ、リオもね、レベル6でヒットポイント1000あるんでね、すごく硬いんですよね。で、まあ、ドバーガンが3発。あ、リオ対決。中継振ってないね。まあ、中継しっかり取ってから。いてて。相手は強気に来ますからね。味方の援護はちょっと期待できなさそうですね。マシンガンでしっかりね。よいしょ。しっかりマシンガンでパリパリ固めていた。もう一人来た。クソ、やべ。あ、タックルミスター死ぬー、さよなら。おい、なんか変形してた叩くんやね。あー、まあ今のはねダメでした。はい、なんか局地戦みたいな感じしますね。一般兵しかいないようななんか地味な絵面ですけどもね。やっぱりコスト戦は時間かかりますね。長いですね。うん。さあ、アニメなんですけどもね、最近ねあれ見ましたよ。鋼の錬金術師シャンバと行く者見たんですけどもね、10年ぶりぐらい見たのかな。まあ、オリジナルストーリーですね。鋼の錬金術師、今も人気ある作品だと思いますけどもね。はい、まだね漫画がね6巻しか出てない頃にアニメ化したんですね。最初であっという間に追いついちゃったっていうあの話があってね、まあ、そのせいでね、あ、また敵が、そのせいでですね、あと30秒オリジナルストーリーにならざるを得なかったっていう過去があるんですけどもね。今だったらね、あの2期3期みたいにこう分割して、お、タックル返し、ちょっとよく見えない、まあ、分割してね、やったりできるんでしょうけど、当時はそういう世界でもなかったみたいでね、あのぶっ通しで1年間やり続けるっていう設定でしたね。はい、まあ結構ね社会的な内容を含んでる感じがするんで、まあ、大人が見た方が楽しいかなっていうような作品でしたね。はい、まあ、新しい方もね Amazon プライムで見れるみたいなので、また機会があれば見たいと思います。ということで、勝ちポーズ初めて見れましたね。エアリーズ、これが何戦目だろう、4戦目かな、4戦目で初めて勝ちポーズ見れました。嬉しいですね。3戦目かな、まあ、どっちでもいいや、可愛い機体ですね。はい、うん、選挙十分できましたね。選挙だけで110もいった。はい、ということで選挙勝ちでした。もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。